伝統ある名門校桜谷学園、名家の家柄と厳しい面接を通過しなければ入学が許されない本物のお嬢様学校だ。名家のご令嬢か、まったく笑わせてくれる。先生、ここがわからないんですけど。私にも教えてください。はいはい、みんなちゃんと順番にね。はい。まるで発情したメス犬だな。先生、こっち見てよ。ああ、ごめんごめん。桐原さんっていつもあんな感じよね。そうだな。いろいろと悩んでいるようだな。そういえば放課後に桐原さんが先生のところに相談に行ってるそうですね。あ、いいな、私も先生のところに行く。おいおい、テストの準備で忙しいんだ。次の時間は体育だろ、着替えに行かなくていいのか。はい。もう面白くないな。桐原、浮かない顔だな。悩みでもあるのか。いえ、大丈夫です。そうか、でも困ったことがあったらいつでも相談に乗るぞ。はい、ありがとうございます。最初の頃の反応に比べれば随分とマシになったな。優秀な教師を演じるのも楽じゃないな。どうぞ。あの昨日はごめんなさい。いいんだよ桐原、そんなに気にすることじゃないだろ。それよりも怪我がなくてよかったよ。先生も怪我がなくてよかったです。また何かあったら桐原に手伝ってもらうことにするよ。はい。ところで期末試験だけど、桐原はちゃんと勉強してるか。はい、授業の予習復習はお家でしっかりやっています。桐原は優等生だな。優等生だなんて、そんな。無遅刻無欠席で成績優秀、これを優等生と言わないで何と言うんだ。でもそういう風に言われるのあんまり好きじゃないんです。あ、そうだったのか、ごめん。いえ、別にそんな謝られなくても。優等生なんて言われていたらそうじゃなきゃいけない気になってプレッシャーになるよな。先生、あ、いい香り。こうやって入れるのが一番香りが立つんだ。いただきます。今日はもう遅いからこれを飲んだら帰った方がいい。あの、私帰りたくないんです。おいおい、何を言ってるんだ。冗談ですよ。そうか、冗談か。先生には感謝しています。ちょっとだけ父が話を聞いてくれるようになったんです。そうか、力になれてよかったよ。先生ってお兄様みたい。先生の入れてくれたコーヒー美味しいです。ありがとう、気に入ってくれたか。とっても優しい味がします。あれ、なんだか体がふわふわしてきて。聞いたようだな。お兄様みたいか。さすが本物のお嬢様だな。
体目当てで近づいた男を何の疑いもなく受け入れるとは。可愛い寝姿を見て歯止めが効かず、本当にすまなかった。先生。俺は教師失格だ。辞表を出してこの学園を去るよ。やめるなんて言わないでください。お前にひどいことをした俺を許してくれるのか。はい。こんな嘘を信じるなんて、さすがは純粋培養のお嬢様だな。